こんにちは、イカイシーです。ここから、ネタバレになるので、ネタバレを見たくない、聞きたくない方は、動画をストップさせてください。では、ネタバレ、いきますよ、あ波みこんにちは、ちょうたけろです。エヴァンゲリオンもそうですけど、うん。 えこの作品のこのキャラ死ぬのって、俺がびっくりした、うん、作品、キャラ名を挙げていきたいと思います。まず、バイオハザードのルイス。うん。うん。俺、バイオハザード4は原作からやってたから、プレステ2のね。うん。 だから RE4 ではもう死ぬのは、うん、知ってたけど当時死ぬ,死ぬのをさ、うん、見た時さなんかすんごいショックだったわ胸疲れてさあの一撃のああれはすっごいトラウマだよなすっごいさルイスって面白いしさなんか、うん、ナルシストで ザだったからさ死ぬとは思わなかったのようんあのアシュリーああアシュリーのとのやりとりがさすごい面白かったからさえ死なないでさアシュリーとさくっつくのかなみたいなあと次うんうん「ガンダムダブルゼーター」のさ マシマセロ。うん。こいつもさ、バイオハザード4のルイス同様さ、こう、ナルシストで、うん。ギャングキャラだったからさ、まさか死ぬとは思わなかったのよ。う、は、ん、あ。あの、ガンダムダブルゼーターのオープニングでさ、ド道たちとさ、一緒に並んでたじゃん。並んでたから、レギューラーキャラなのかなと思ってさ、 あ、こいつ死なないのかなと思ってたんだろうけど。ラスト死んでさ、俺ショックでさ、放心状態だったわ。うん。次。機動戦艦なでしこの、大号寺外。うん。こいつもさ、ギャグキャラだったからさ、しかもし、すぐ死んだじゃん。うん。あんなに面白かったのにさ、うん。 死んだ時はすっごいショックだったよな。秋との相棒っていうイメージだったからさ。うん。こういうギャグキャラってさ、うん。死んだって言ってもさ、後からのこのこ出てきてさ、俺生きてますけどっていうパターンだと思ってたのよ。だから、いつか出るんじゃないかってずっと思ってたのね。うん。それ待ってたんだけど結局出なくてさ。 あと、星野ルリンがさ、次回予告でさ、第5次回にさ、なんか、お勤めご苦労様ですって言って、うん、あの、うん、なんかこう、冷酷な、うん、星野ルリンがすごい、うん、なんか怖く見えたわ、うん。次。ファイナルファンタジー16、全般、バッドエンド。 これもさほんとショックだったよな次「ドラクエ10バージョン6」うんこれもさ「ファイナルファンタジー16」と同時に出たじゃんだからさどっちもバッドエンダーだったじゃんスクエニのこの2つのゲームだからさ俺スクエニの制作スタッフはみんな病んでるんじゃねって思ったくらいだった しかもこの当時さほんとドラクエチャンピオンとかさかクソゲー連発してたじゃん机に行って大の大冒険とか本当さやんでんじゃねえみたいな、うん、ドラクエ10バージョン6なんかさ本当思い入れあるキャラクターが多かったからさドラクエファンの間でもさこのキャラ勝手にし殺すんじゃねえよってもう苦情が多かったらしいよねすっごい なんかさ、うん、キャラクターたちにさなんかこう未来を託してし死んでいくのにさ、うん、未来託されたものも死ぬという <laughs> それねえだろみたいなさ、うん、一人くらい生き,生き残ったっていいのにな、うん、次、うん、これも苦情の嵐「ドラゴンボールスーパー」 トランク戦未来トランクス編悟空ブラックザマスうん,うんこれもさ苦情多かったよなうんこれは本当苦情多かったわこの終わり方なんやねんみたいなさうんあの矢城ロベイとかも死ぬんだ死ぬんだぜあいつが死ぬとは思わなかったのようんあと次 ウォーキングデッド。これも、自分の推しキャラが死んだ時のショック感でかくてさ、もうなんかね、放心状態になって、ウォーキングデッドの続きが見れなくなるくらい立ち直れなかったわ、俺。うん。あの、初期、初期ウォーキングデッドのさ、あの、 あの、白人の女の子のベス。ベスっているじゃん。スライムベスではありません。ベスって女の子がさ、死んだ時もショックだったしさ。あと、イーニットっているじゃん。うん。なんか、ちょいブスで、なんかそれが逆に受けた女の子。うん。ちょいブスなんだけどすっごい可愛いみたいね。よく見るとすっごい可愛いみたいな。イーニット。あの女の子がさ、 生首にされてさ、うん、なんかこう探し物にされた時のショック感はでかかったのよいやイーニットってさほんとさの辛い過去を乗り越えてさこ,うこれから生きる生きてくれって思う託されたキャラだったじゃん、うん、そのイーニットが死ぬみたいなうん しかも、さらし首にされてさ、うん。生首だからさ、ゾンビ化のイいニットっていうの、うん、何気にショッキングだったわ。俺さ、うん、ウォーキングデッドの中でもさ、そのシーンすっごい未だにトラウマだった。うん。次。デビルサバイバー2。うん、バッドエンドではさ、みんな死ぬじゃん。うん、で、主人公だけが、うん。 なんか、生き延びるんだ、生き延びて、うん。みんなが生きてる世界に戻るんだけど、アニメ版もそうだったかな。うん。アニメ版のさ、デビルサバイバー2の終わりは、ちょっとあれひどくねみたいなさ、あんな終わり方ねえだろうみたいな。うん。胸ぐそだったのよ。俺ね、デビルサバイバー2のね、うん、その、なんか、DVD 買って、 ほ、保存してたんだけど、あの終わり方がすごい気に食わなくてさ、うん、アニメの DV で、DVD、うっぱらったっていうか、うん、ですね。うん。うん。ご視聴ありがとうございました。あと、ドラゴンボールの人造人間16も、あいつもさ、死んだままっていうの悲しかったよな。うん。ご視聴ありがとうございました。